こんにちは、マクシン鉄道チャンネルです。本日の動画はまずい経営を売りにしております銚子電気鉄道線についての魅力や情報、動画をお送りさせていただきます。銚子電気鉄道線は千葉県の銚子駅と戸川駅とを結ぶ銚子電気鉄道の鉄道路線であります。最近は濡れせんべいやまずい棒などのオリジナル商品の開発や映画電車を止めるなの制作にも話題になり、2021年から2022年度は黒字経営に転換されるという企画力と行動力が素晴らしい鉄道路線であります。その魅力のある銚子電鉄の情報と動画、おすすめなどをお届けしたいと思っております。このチャンネルでは、神奈川県、東京都を中心に、鉄道の情報や動画をお送りさせていただいております。もしこの動画をご覧になっていただきまして、よかったらいいねやチャンネル登録をしていただければと思います。それでは、銚子電鉄の魅力についてお伝えしていきたいと思います。銚子電気鉄道は通称銚電として、銚子市民や千葉県民だけでなく観光で訪れる方々にも大人気なローカル路線であります。私も今回初めて銚子電鉄に乗ったんですが、とても魅力のあるローカル路線だと思います。全線が銚子市内にありまして、関東地方で最東端である犬吠埼の近くを通る路線であります。路線記号は CD であり、銚子電鉄は銚子駅から戸川駅までの片道約 6.4 キロを結ぶ、所要時間は片道20分と意外にも短い路線になっております。往復しても1時間はかかりません。スイカ、パスモなどの IC カードを使っての乗車、運賃払いはできません。ですので現金払いでの乗車や1日乗車券の利用が便利であります。開業は1923年大正12年、約100年の長い歴史を誇っております。先ほども申しましたが、濡れせんべいやまずい棒などのオリジナル商品の開発やいろいろなことに挑戦されており、2021年度から2022年度は黒字経営に転換されております。夏には一面のひまわり畑を駆け抜けるエリアや、レトロかわいい列車や駅舎、本銚子駅の緑のトンネルなどを乗客の心に残る風景が続く鉄道路線であります。今回私も平日の昼間に乗ったんですが、観光客の方が多く、乗車人数としては1車両に30人から50人程度は乗っておりました。運行は通常1時間に1本とローカル線らしいタイムテーブルではありますが、往復するだけではもったいない駅周辺には魅力的なスポットがたくさんあります。銚子電鉄の駅の愛称ネーミングライツがとても面白おかしく感じてしまうものが多くあります。ネーミングライツとは、公共施設の名前を付与する命名権と付帯する諸権利のことを言います。銚子電鉄の銚子駅ネーミングライツは絶対に諦めないです。 JR の2、3番線の奥、 JR 線とは反対側に銚子駅があります。1990年に建て直しされた駅舎は、オランダの風車小屋をイメージして、当時は風車もあったようですが今はないようです。銚子駅から一つ行った中野町駅には銚子電鉄の本社があります。本社といっても年季の入ったとても狭いところなので、ちょっとびっくりしてしまいました。売店では銚子電鉄のグッズや
濡れせんべいなどが販売されておりました。現在は人気の車庫見学はお休み中とのことですが、お休みが解除されたら間近で電車や貴重なデキ3型機関車を見たり写真を撮ったりすることができます。デキ3とはデキ3型電気機関車のことで、1922年にドイツで製造された凸型電気機関車です。1067ミリの機関の電気機関車としては現存する最小の電気機関車であります。1984年に貨物営業廃止に伴い、営業運転からは退いております。営業当時はヤマサ醤油の工場への原料を運んでいたり、当初は客車も牽引していたようです。現在では修理や点検がなされ、中野町車庫で保存されております。ネーミングライツの面白い一つとして、笠上黒羽駅のネーミングライツは髪の毛黒羽駅とヘアケアの会社が命名されております。ユニークなネーミングとこの名前にあやかりたい方にも人気の駅であります。2020年4月には地元の方のご協力により老朽化した駅の待合室をリニューアルし、素敵な大正ロマンを感じる待合室に生まれ変わっております。笠上黒羽駅から西足利島駅までは夏はトウモロコシ、秋から冬はキャベツ畑の中を走ります。関東最東端の足利島駅は明治中期まではアシカの生息地だったことが名前の由来となっております。温暖な気候と海水浴場もあり、昔から保養地だった足利島には多くの文化人が訪れておりました。戸川駅は銚子電鉄の最終駅になります。1923年銚子電鉄創業当初に建設された風情ある木造駅舎になっており、手書きの時刻表や風情のある駅舎、当時から残るノスタルジックな空間につい目を奪われてしまいます。戸川駅のネーミングライツはありがとうとなっており、駅名よりもありがとうの文字の方が大きく目に入ってきます。またこの戸川駅は NHK 連続テレビ小説の1985年に放送された身を尽くしの舞台にもなった戸川駅であります。私も子供だったので見てはいないんですが、キャストを見ますと沢口靖子さんや桜田淳子さん、柴田恭平さん、明石家さんまさん、加賀真理子さん、津川雅彦さんと超有名人が出演されていた連続テレビ小説でありました。このノスタルジックな駅舎や街はとても魅力的で、写真を撮りに来る方も多くいらっしゃいました。ちなみに駅の近くにはデハ801の車内を無料で見学することが以前はできましたが、2023年10月現在は車内の老朽化に伴い車内の見学は当面の間中止となっております。また新しいニュースとしては導入予定の車両の発表がありました。それは南海2200型の電車であります。2023年7月9日に開催された開業100周年のイベントにおいて、2024年の2月に18メートル級の中古車両を導入予定と発表され、後に南海電気鉄道の2200型が譲渡したと発表されました。今後改造工事を行い営業運転に入る予定であります。さて
いかがだったでしょうか。このまずい経営を謳い文句にしております銚子電鉄、いろいろな意味でとても魅力のある鉄道路線でありました。また周りの観光地も見どころも多くあると思いますので、ぜひ乗りに来てはいかがでしょうか。本日は魅力のある銚子電鉄を放送させていただきました。このチャンネルでは神奈川県、東京都を中心に鉄道の情報と動画をお送りさせていただいております。もしこの動画をご覧になっていただきまして、よかったらいいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。ありがとうございました。失礼いたします。